アッソチアツヨーネスポルティーバリボルノカルチョはイタリアトスカーナ州リボルノを本拠地とするサッカークラブ。2021から22シーズンはゴブのエッチェ・レンツァに所属している。セリエ A での最高成績は1919 19から20シーズンと1942から43シーズンの2位。スタディオ・アルマンド・ピッキ1九9九年に就任したアルド・スピネリ会長は パレルモのマウリチオ・ザンパリーニ会長、カリアリのマッシモチェリーの会長らと共に、監督をすぐ交代することで有名で、選手との衝突も招いている。2016年1月25日のカルチョ・コモセンにおいて判定に激怒して、会長の職を辞することを表明した。2004から05シーズンは1948から49シーズン以来56年ぶりとなるセリエ昇格。 昇格1年目で、クリスティアーノ・ルカレッリが、得点王に輝く活躍を見せて8位と躍進すると、翌2005から06シーズンも6位に入り、UEFA カップ出場権を獲得。ところが、ルカレッリがチームを去った2007から08シーズンは、最下位と低迷し、セリエ B へ降格した。2008から09シーズンは、セリエ B で3位となり、昇格プレイオフを勝ち抜き、 一年でのセリエ A 復帰を果たした。しかし2009から10シーズンはセリエ A で最下位に沈み、わずか1年でセリエ B へ降格となった。2012から13シーズンはセリエ B で3位からの昇格プレイオフ勝ち抜けで3年でのセリエ A 復帰を果たした。しかし2013から14シーズンはセリエ A で最下位に沈み、わずか1年で セリエ B へ降格となった。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。ありがとうございます。